こんばんは。お疲れ様です。今日も一日。ギフトありがとう。カタカナのタカさん、かわいい、ありがとう。カンさん、ハートありがとう。ワラちゃん、かわいい、ありがとう。マルトモちゃん、タコ。タコって8本？足。マルトモちゃん、ありがとう。ガントチャットさん、めっちゃかわいい。ありがとうございます。ありがとうございます。ガントチャットさん、ウリンチャソ、クジマサさん、ギフトありがとう。こんばんは。タコの足は8本。イカは6本。こんばんは。イカってそんなにあるの？10本。タコは8本、イカは10本。覚えました。サルトビニザイモンさん、タコありがとう。今日はね、朝からクラコンの収録がありました。めっちゃね、いきや雨降ってたけどね、超晴れて。どう？みんなのところは。同じ日なんかなってぐらい、今日一日でこんなに天気違うってぐらい晴れ、雨と晴れを経験した。朝は寒かったんや、雨降っとって。めっちゃ寒かったっけ？いや、寒くはなかった。でもめっちゃムシムシしてて、やだ、もう梅雨って本当にもう勘弁してって思ってたんだけど、帰り道はカラッカラに晴れてた。冷房は、まだ除湿はつけたりはしたけど、冷房はまだですね。こんばんは。ウリンチャソーハートありがとう。ザンタクさん、ハートありがとうございます。ずーちゃん、花束ありがとメールに2通送ったんやけど、1通がちょっと検閲に引っかかって送れなかったので送り直します。残念。
か写真で引っかかったものがあるみたい。詳しくは言えないけど。サルトベニザイモンさん、タコありがとうございます。さっき配信始まる前に送ったやつ。まあ別に言ってもいいけどなんかね、エスカレーターで撮った写真は良くないみたい。エスカレーターでなんかめっちゃ長いエスカレーター乗ったんですよ。だからその間にちょっとねパシャって写真撮ったんですけど、その後ろの背景がエスカレーターですね、ダメですよって理由が。厳しい。でもね、なんか車の中とかも写真引っかかるんですよね。シートベルト停車しててもシートベルトつけてなかったら走行中の可能性があるから、車が走ってるのにシートベルトはしてないっていう風に受け取られちゃよくないから、止まってる時でもシートベルトをした状態で写真を撮るなら OK だけど、車が止まってたとしてもつけてなかったら、つけてない写真を撮ってたらダメみたいな、そういうので結構引っかかったりする。なんか場所が分かるものっていうよりかは、その安全面とか人に迷惑をかけてないかとか、そういう部分で結構引っかかることがありますね。あとはなんか新幹線とか、新幹線とかはまあ確かにさすがにこう移動中に何とか食べてますとか、今何々食べてますとか言って新幹線の座席が見えてる状態で自撮りしてたら、あ、今移動してるんだみたいな、そういう風に、なんだろう、予測されたりもするので、それも引っかかったりするよね。ターさん、かわいい、ありがとう。フミットさん、ハートありがとうございます。ウリンチャソー、誰もありがとうございます。カタカナのタカさん、ハートありがとうございます。ナベナベさん、タコちゃん、ありがとうございます。そう、なんかその車内で写真撮って、新幹線の中で写真は撮ってもいいけど、今何々をしてますみたいな文章になっちゃうと、移動中ってことがバレちゃったり、そのまあ安全面でね、何をするかわからない人がね、もしかしたらいるかもしれないの で防犯対策ということで、その写真今っていうのを伝えなければ、新幹線の車内で撮った写真は送れる。うん、過去形だったら全然よかったり。そうなんですよ、意外とね、なんかまあみんなには言ってないけど、検閲で引っかかることとかはまあ稀にだ、稀にっていうか本当にたまにだけどね、そんなにしょっちゅう引っかかってるわけではないけど、うん、そう。まあでもさ、私たちがその発信する情報ってさ、まあこの配信とかもそうだし、なんかメールとかもそうなんだけど、予測される
ことって予測されるっていうさ、まあ一応リスクを負ってるっていうね。まあもちろんそのほとんどの方がなんか悪いことをしようとは思ってない、思ってるわけじゃないと思うけど、なんかねその万が一っていうものがあるので、ツイッターに載せる写真も配信も写真に載せる送る写真もそう。だからたまにさ、何を今どこにいるのとか、今日は何々だったのっていう質問とかに全て答えられないのは、答えたい気持ちは山々なんだけど、あれはどこで撮ったのとか、そういう兼ね合いも、まあ、いろんなね理由があって言えないこともあるので、まあ、全ての質問に答えられないのはご了承ください。そうね、言ってたんだへーっていう、なんかそこだけで終われば全然いいんですけどね。こんばんは。大阪の直接お話し会再販申し込んだよ。え？お？再販？ん？ん？ほんとだー。第7再販の告知、6月24日インテックス大阪にて開催の直接会ってお話ができる個別お話し会。新型コロナウイルスの5類感染以降による運営方法やレイアウトの変更に伴い、一部あたりの上限数を全ての枠について増やし、追加受付にします。完売になっていた枠も追加になるので受付可能となります。7月15日オンライン話し会、7月17日オンライン話し会、6月24日インテックス大阪直接会ってよこのお話し会。ほんとだ、申し込める。大阪ほとんど買えなかったので追加します。ありがとうございます。嬉しい。1枚の時間が短くなる。そうなん？これどういうこと？こんばんは。
タカナのタカさん、ハートありがとうございます。これはどういうことなのかな。ああ、距離空けなくていいから。なるほどね。大阪初見でも大丈夫ですか？ああ、全然。お待ちしてます。モンブランさん、ハートありがとうございます。ぜひぜひお越しください。愛護寺の浴衣が見れちゃいますよ。待ってます。こんばんは。なるほどですね。5類感染症移行で今までのその直接お話し会のルールとは少し変わって、なんかまあ増やせますよっていう単純にまあいろいろルールが変わったからもっとお話しできる時間増えるよってことですよね。浴衣見たいですか？浴衣は見たいですよねだってこの日、この日だけやん、浴衣着るの。でオンラインお話し会でも浴衣の設定、コーディネートの設定してないから。6月24日はちょっとまあこの再販受付してるのを機会にぜひお越しください。狙い目ですよ今あとね、浴衣を決めないといけなくて、それを今から決めるんですけど、浴衣何色にしようかこれから決めます。追加してくる。え、ありがとうございます、嬉しい。浴衣愛子でおもてなしします。おもてなし。え、大阪の直接お話し会はトマト被らんよ、ガチめに。え、勘弁。え、私言ってない。だって大阪ノットだって大阪のやつは被るって言ってないよ私。7月の17日は夏のお姉さんの本気の私服の時は神出鬼没、トマトで神出鬼没しますよって言ったけど、6月24日の直接会えるお話し会では浴衣でしっかり髪の毛もやってもらってるから、ちょっとトマトはさすがにノット、勘弁してください
無理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 、嫌です嫌です。ちょっと間違えてごめんなさいね、なんか私の言い方がもしかしたら悪かったかもしれないけど、間違えて6月24日にトマトを被ると思って申し込まれる方、ちょっとお気をつけください。それだったら7月の17日ですので、間違いなきよう、間違いないよう、どうぞよろしくお願いします。浴衣でトマトの被り物は本当にしないからね、冗談抜きで、冗談抜きで。あれ今日トマトじゃないんだ、あれなんでトマト被ってないの、なんて言葉が当日聞こえてきたらもう私失神しますノットノット無理です、やだ普通にNG。 倒れる倒れる清さんハートありがとうございます。え本当にね、冗談じゃない、マジで冗談じゃない。もう私直接お話し会では普通にもう王道の浴衣かわいいこじで、浴衣かわいいこじで行きますから、もう振りとかじゃない。振りではございません、振りではございませんので、こんばんは。浴衣何色にしよっかな。オレンジとかあるんかな。なんかちょうどね、今日マネージャーさんから LINE が来たんですよ。6月24日の浴衣を第3希望までって。あるかな、紫とかはあると思うけど、ちょっとオレンジとかなんか黄色とか赤着たことないか、赤とかちょっと暖色系の浴衣どうかなと考えてます。ちょっと珍しく今までお姉さんっぽい落ち着いた浴衣を着てきたので、一つ変化をつけようかと考えてますね。あ、いいね、かわいい。まあ浴衣って言ったらでもさ、紺色とか紺色とか白地とかが多いですよね。黄色、オレンジ、赤はあるけどね。
カノンタカさん、ハートありがとう。フェリスさん、ダルマありがとう。キヨさん、ハートありがとう。クジマサさん、ハートありがとう。まあね、夏は涼しげな色を選ぶよね。そうよね、あえて暖色系で行きたいなって気もするけどね。紺色とかなんか紫っぽいやつとか黒とか、黒にピンクの花とかが多かったので、今までと違う、あれなんか珍しいねみたいな浴衣を着てみたいですね。せっかく着れるなら。浴衣をさ、買うとかってなるとやっぱなんか挑戦できないけどさ、やっぱこうやってね、用意していただけるものの中から選ぶってなったらちょっとチャレンジしてみたいなっていう。そう、私持ってる浴衣はね、白地に紫のやつですね。紫のお花が散らばってるやつです。私のイメージなさそうな色を、あ、これめっちゃいい、なさそうなやつを選ぶっていうね。ちょっと意外性、ギャップ、皆さんギャップに弱いからねいつもとあれちょっと違うなっていうギャップをね、少し狙っていこうと思います。あれあれ、なんかいいね、ちょっと違うけどいいねっていうのがね、皆さんね、多分好きなんでしょう、きっと。あ、でもこれかわいい、めっちゃ水色やけどフフ難攻不落でお送りしております。いいよ、その方が燃えますね。絶対私のファンにしてやる冗談です。うわー、これもいいですね。いいですね。涼しげですね。涼しげですね。うんーね。うぬぼれてんじゃねえよ。え、温泉マークの浴衣、温泉マークの浴衣あったら着たいですね絶対ない、温泉マークの浴衣とか。あ、でもちょっと似たようなやつあるよ温泉マークの浴衣はないけど
トっぽいのある。のーのーのー人のせいにするな、鏡に映ったお前は誰だ、勝手に絶望してるのは。こんばんは。思念がないからだってもう気づけ、のんのんの誰かのせいにしても一つは残るイストーリーゲーム、それならいっそ孤独を選びな、のんのんのん Nobody's home。 桜塚さんの新曲、あ、また新曲出されたんですか？聞いてみよう。こんばんは。スタートオーバー。あ、なんか変なとこに飛んじゃった。すごいダンスが。撮影場所めっちゃ気になる。これどこで撮ってるんやろ、この建物みたいな。すごいガラス張りの建物みたいな、ビルの中。桜坂さんは相変わらずダンスがすごいですよね。なんか芸術的って感じ。パフォーマンスとかなんか世界観がすごい魅力的。なんかさ、動画ってさ結構最後まで
見らずに終わってしまうこと私多いんですけど、桜坂さんのミュージックビデオとかちょっと気になって目が離せなくなるっていうことが多いですね。なんか最初から最後まで何が起きるんだろうっていう。でもさ、乃木坂さんとか、乃木坂さん、日向坂さん、桜坂さんってなんか全然同じ坂道グループなのにこんなに雰囲気が違うのってすごい面白いですよね。でもその中にあるのがすごい、なんだろう、上品さっていうか、それが根底にあって、そこになんか個性がついたらちょっとダイナミックな桜坂46、とにかく美の究極、乃木坂46、元気はつらつ日向坂46みたいな。映像がすごい綺麗。よしぽんさん、カタカナのタカさん、ウリンチャソギフトありがとうございます。カタカナのタカさん、ハートありがとうございます。48グループもまあそうですよね、全然違いますよね。もうでも最近なんかさ、坂道グループさんと48でそんなにこう、何やろ、なんか雰囲気がめっちゃ違うっていうわけでもないような気がする。なんか48グループらしさとか坂道らしさっていう、そこにさ、めっちゃくっきりこう境界線があるかって言ったら、なんかそうでもなくなってきたような気がしますね。うん、まあ、そうですよね、歌詞を書いてるのは秋元先生っていう、まあ、またそこが同じ方、同じ方がね書いてるっていうのがまた面白いですよね。48はでもよく坂道っぽいとか、坂道の曲かと思ったとかっていうのを言われたりはしますよね。多いですよね。こんばんは。ね、カタ
かなのたかさん、ハートありがとうございます。てててててて、でもね、そのらしさって何なんだろうってめっちゃ思う最近。なんかそこまで違いあるかなって思う時がある。まあレコード会社が違うとかはあるけど、めっちゃなんだろう、ザ・48、ザ・坂道みたいな、なんかそういうのが薄くなってきた気がする。結構48も坂道っぽくなってるし、坂道グループもちょっとなんか今の48のなんだろう感じと似てる部分、共通する部分とかあるし、なんかそう考えたら、やば、間違えた、あ、びっくりしたブロックしそうになった、危ない危ない。なんだったっけ、タン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 、タン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 、違う、わざとじゃない、ブロックしそうになっちゃった、手が滑りそうだった。タン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 、タン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 、縁結びダンス合ってるんかな、これずっと言いたかった、ずっとずっと言いたかった、僕のもいいよ、こじちゃんがニュージーンズいても不思議はない、いや、それは不思議ある それは不思議ある、あいこじがずっと言いたかったこと、
ずっと言いたかったこと？なんやろう。実は、実は、お何がある？探す。ずっと言いたかったこと。うん。実は。右手のここに昔ほくろがありました。今は消えました。どうでもいい、どうでもいい、どうでもいい情報。袋消えた。ここにあったんですよ、握れるほくろが。でもなくなりました。でも別にこれずっと言いたかったわけじゃないしな。なんだろう、ずっと言いたかったことってさ、気持ちとかだよね。なんか思い、あなたに、あなたにこういうことを伝えたかったんですみたいな、心の中の密かな思いですよね。これなんかね、ほくろは勝手に消えていきました。自然とマジックとも言うかもしれない。なんやろ、ずっと言いたかったことは、ドゥンドゥンドゥン、ない別に。別にない。特にない。みんなは？じゃあみんな、これを今、せっかく私の配信を見てくれてるみんなのずっと言いたかった思いを私は今聞きます。3、2、1、どうぞ。あいこじが好き好き。おお、温めてる。僕のお姉さんになってくれ。あいこじのディナーショーに行きたい。あいこじ公園に出て。ああ、あいこさんのアバターしか出ない。こんばんは。あ、こんばんは。集合。お揃いのトマト欲しい。Amazon で買いました。どんな風に、どうしたらそんな風に育つ？私が？お腹が空きました。生歌を聞きたい。あやこじさん美人すぎる。
愛子さんとまだお話ししたことがありません。ソロコンサートが見たい。あ、お疲れ様です。お仕事を一緒にしてみたい。来世はトマトになりたい。今夜も歌を聴きたい。高めのツインテールが見たい。愛子氏の生歌を聴きたい。おお。意外とみんなあった。みんなの思いを今聞きました。ずっと言いたかったこの思いを通り過ぎる電車に書き消されたって。僕は君に毒としている。じゃあみんなの思いを受け取って、その思いは私の中でうんうんそうなんだねって思っときます。あ、そんなこと思ってたんだね。とだけ思っておきます。本当にそれを受け止めて実行するしないはまた別です。壁が好き、壁好きですね。この壁好きですね、私。確かに。大根さん、かわいい。ありがとうございます。こんばんは。壁になりたい。天国じゃなくても、うんはははははは、うん、あたた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 た。どんなひとみさんのモノマネですか？ずっと言いたかったこの思いを通り過ぎる電車に書き消されたって。僕は君に毒としている。どうしても君が好きだ。ウォン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 。似てないか。似てなかった。どうしてもどうしても君が好きな。ウォン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 。
昨日さ、なんかあんまり眠れんで、ちょっとまた眠いなんか最近本当に眠いな。最近だけに限らず、いつもだけ。なんか私いつも眠いよね。なんでかな。配信するとね、自分の声聞いて眠くなるのよ。だからさ、私の声ってさ、なんか起きる声じゃないような気がする。なんか人をなんか睡眠に導くっていうかさ、なんか何やろ、起きる、起きて朝だよ、 Wake up Hurry up Hurry up Ah please 起きろみたいなさ、そういう激しさがないじゃないですか、私の声って。だからなんか自分の声聞いて眠くなるんですよねなんか起きない、目が覚めない。あ、いいこと言ってくださって、優しくて癒しの声ですね。ありがとうございます。ちょっとじゃあ私癒し、なんかよくね、癒されるって言われるのね、声だから。ちょっと癒されない声出してみようかな。いきますよ。ニックネームはあいこじです。ペンライトカラーはオレンジと紫。血液型は A 型。好きな食べ物はどうですか。これ眠くならないよね。でもいつもこのぐらいで喋ろうかな。なんか自分の声聞いてたらもうね、ああ寝てたってなるんですよ。うん。ああおはよう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 。そう寝ちゃう。そんな人いないよね。自分の声で寝ちゃいがち、眠くなりがち。なかなかいないよね。皆さんお気づきですか？今日は5月31日、5月最後の一日です。5月最後の日となりました。あともうちょっと配信したら
終わりたいと思います。じゃあ今月を振り返ってみますかね。じゃあ私なりに5月の振り返り配信します。あ、ブログって更新されました？更新されてるそうです。皆さん今日は水曜日です。あ、ズレズレなるままにアイコジのブログを見ましょう。グラビアのオフショットを出してます。グラビアのオフショットを出してますって言ったらなんか閲覧数上がりそう。今月もブログ更新しました。なんと内容は先日撮影があった、BLT のことです。オフショットを数枚貼っているのでぜひ皆さん私のブログ確認してみてください。なんかさ、グラビアって言ったらみんなさ、なんかちょっとえってなるよね。なんかみんな反応が違うよね。なんか人間の差がなのかな。なんかさ、ちょっとさ、足とか出してたり腕とか出してたらさ、おってなるじゃん。なんか面白いよね。だって私でさえなるもん。なんかこの間グラビアの撮影、え、グラビア？どんな服着たのってちょっと気になるよね。私でさえなるから。そうね。なんかすみません、あ、いや違うの、あの謝ることじゃないんだけど、5月別に毎月振り返ってるわけじゃないけど、まあちょっと今日は時間があるのでいろんなことを振り返りたいと思います。あ、また壁に頼ってる。あー、壁大好き。振り返ったらね、脳が若返るらしいよ。知らんけど。壁こじ、5月はですね、まあ総括して
じゃん。5月自由時間満喫。でもみんなに会う回数がちょっと少なくて悲しかった。っていうかまあ公演がなかったのがねちょっと寂しかったかも。来月は公演あるといいね。イベントで会えるのも同じくらい嬉しいけどね。あとは6月は少し自分に厳しく過ごしてみる。5月の振り返りと来月からの目標でした。毎月やろっかな
毎月31日は今月の振り返り、5月、自由時間満喫。でもみんなに会う回数がちょっと少なくて悲しかった。来月は公演あるといいね。イベントで会えるのも同じくらい嬉しいけどね。6月は少し自分に厳しく過ごしてみる。ほんの1ミリ多分忘れるね。こんないきなり始めた今月の振り返り多分忘れちゃうね。私のことだから保証はしません、保証はしません。でもね、今月はブログが続きました。毎週水曜日に更新することができました。あとね、メールも結構いつもよりちょっと多く送ることを意識しました。あと、まあ、ちょっと配信できない時もあったんですけど、配信時間もね、まあ自分なりにちょっと、まあ先月とか先々月とかよりは配信できたかなって思います。ありがとうございます。まあ今月の反省は来月に生かして、来月の反省もまたその来月に生かして、今月できたことはみんなにたくさん褒めてもらって、これからも続けていけるように、伸ばしていけるようにっていうのがね、大事ですよ、日々。はい、明日は6月スタートということで配信もしますしね、カラオケ配信しますしね。大変よく頑張りました。ありがとうございます。花丸。じゃあ花丸つけますね。花丸ちゃんつけます。うわ、待って、懐かしい。私ね、子供の頃ね、花丸ちゃんって言ってご飯とか食べた、完食できなかったんですよ、小さい時。そしたらご飯食べきった時とかはお母さんにお腹に花丸ちゃんをつけてもらってました。もう今なんかすごいいきなり思い出した。めっちゃ懐かしいお腹に花丸ちゃん、花丸ちゃんで、小さい時花丸もらえるの嬉しくなかった。花丸ちゃんを指でよ、ペンじゃないよ、ペンじゃないけど、お腹になんか達成した時とか、そう今言ったご飯をちゃんと食べた時とか、あと宿題をしっかりもうやった時とかは、お母さんにお腹を出しに行って花丸ちゃんをもらいに行ってました。花丸ちゃんって言ってこう書いてもらってってね。で、小さい時本当に花丸って嬉しかった。こういうさ、なんか小テストとかなんかこう感想とか書いた時に花丸とかよくできましたっていう、なんかさ嬉しいよね、やっぱ
なんか認められたっていうかあ、これやってよかったんだっていう、やった褒められたっていういい思い出ですよね。懐かしいな、いい思い出。フミットさんお疲れ、ギフトお疲れ、ありがとう。フミットガンちゃんハートありがとう、クジマセさんハートありがとう。あと何が嬉しかったかな、花丸ちゃん以外は、子供の頃好きだったもの、お母さんに歯磨きしてもらうとか、あと音読を聞いてもらうとか何やろう、あ、お父さんにおんぶしてもらって、なんか寒い時はその上にジャンバーを、なんか二人羽織みたいな感じにして、なんかおんぶしてもらうとか好きでしたね。楽しかった。肩車も好きだった。あ、それで思い出した、あれも好きやった。お母さんがおって、お父さんがおって、あの腕でブラーンってやるやつこう両方でこう両方いて、両親がいて、こうやってブラーンってその間をさぶら下がるやつあれすごい好きだった、小さい時。あ、待って、もう一つまたそれで思い出したなんかあの布団を敷いて布団敷いてて、私お父さんとお母さんがなんか腕と私の足を持って、なんかハンモックみたいな、私がハンモックみたいになって「1、2、3」って言って布団に投げ飛ばされるやつ。投げてって言って、1、2、3、あー、もう一回やってって投げられるやつ、あれも好きでしたね。そう、布団に投げ飛ばしてって言って、めっちゃ好きだった。わかる？なんかそんなことよくお願いしてた。そう。あと小さい頃好きだったのは、何が好きだったかな。ね、あ、土日のどっちかに焼肉を食べに行って
土日の土日、まあ大体土曜日なんだけど焼肉食べに行って、なんか帰り道にアイスを買ってもらうっていう、それも楽しかったな。小学生、大体小学生の時。あとは、あと何があったかな。日常で嬉しかったこと、何が好きだったっけ。忘れた。それ以外忘れた。壁こじ、あ、待って、私がねめっちゃ小さい時好きだったことがあって、鏡を天井に向けるんですよ。鏡を天井に向けてこうやってこう見るんですよ。鏡をここに当てて、でここの映ってるここを見るんですよ。これここでこうやって壁を、なんか天井を歩いてるような天井を探検するこ が好きだった。ここにこうして天井を探検ってやってた。天井をここに段差があるとか言ってやってました。わかる？絶対わかる人おるやろ。あとあれも好きだった、あのお風呂に入るときにゴーグルつけて潜る、ゴーグルつけて潜って、なんか訓練みたいな。わかる？これはわかるでしょ。ゴーグルつける、シュノーケルもたまにしてました。お風呂に使ってゴーグル、シュノーケルつけてる時もあった。でなんかお母さんとかに
何しとんって言われて、いや訓練っていう。やってたよね子供の時。いやお風呂でゴーグルはね誰しも一回はつけるよ。プールが中止になった時、あ、そうやる。え、待って待って、プールが中止になった時、あのお風呂に水を張って、それであのプールするんですよ。家でプールするんですよ。やってた。やってた。懐かしい。で、しかもあの使うタオルも、あの巻き巻きタオル、あのプチプチがついた。やってた、やってた。懐かしい。あのこうさ、プチプチがついたあのこのタオルの中でなんかお化けみたいになれるやつ、タオル巻いて。そう、でもたまにさ、たまにあれよ、あの浮き輪とかもお風呂にお風呂に浮き輪とかもなんか置いてプール味わってました。懐かしすぎる、やばい。楽しかったね、楽しい思い出です。違うよ、あの狭いお風呂ですよ、そんな広いお風呂じゃない。あとね、あの水鉄砲ね、水鉄砲やるよね、お風呂の中で。懐かしいな。はい、というわけでそろそろメールを送りたいので配信を終えたいと思います。13位世紀末の人間さん、12位大根さん、11位ウリン茶草、10位スカイラインさん、9位ヨシポンさん、8位スグルさん、7位ヒロチさん、6位ズーちゃん、5位カタカナのタカさん、4位フミット、3位マフェリアス、2位クジマスさん、1位ガントチャートさん、ありがとうございました。それでは皆さん、今日も配信を見てくれてありがとうございました。また明日、おやすみ。